大学は出たけれど、職のない若者はあまた。要は不景気時代とて、巷にはルンペンが当てどなく歩いております。ああ、よかった。ああ、ダメか。腹はすくし、足は棒になるし、まったく嫌だな。どうしたらいいんだ。やれやれ、情けないね、まったく。なんだって、数百年前の埋没船、小野内を引き上げ資金募集。ああ、資金か。実践の焼酎も飲めないのにな、まったく。ルンペン居酒屋の前にやってまいります。ああ、いい匂いだ。飲みたいな。ああ、飲む飲む飲む。ああ、兄弟、それ、飲もう。どうだ。といつしかいい心持ちになって、歌の一つも出ようというもの。うめえぞ。わーい、いやいい気持ちだね。どうも、酔っ払っちゃった。あれ、たところは海の底。よくもやったな。知らないよ、とのんきに歌っております。何者だ。日本人でござる。なんと偽りを申せ。怪しのやつ、その場を立たせぬぞ。早まりめさるな。日本人に相違ござらぬ。証拠があるか。そんな期待はやだけど。待て、おりゃ。とその時、もう一人の侍が現れた。どうじゃ。もういい加減に諦めたらどうす？日本人なんだからさ。うるさい、怪しのやつ。ほらね、土壌すくい、うまいでしょ？ほら。ほほほ、イカ様、その方の土壌すくいは手に入ったものじゃ。これにて、疑い晴れた。我が党の死に相違ないわい。同志じゃ。
おお、これはめでたい。はて、怪しの者をと、俺は何じゃ。俺は確かに異国の音楽。さてはこの辺りに物内号が。しからばその異国船に忍び入り宝の山を、我ら三人にて、しっかりが高い。しっかり。ルンペンはすっかり棟梁の気分であります。よし、わかった。者ども、抜かるな！行けー！目指すは物ない号じゃ。静かに。静かに。物ない号だ。よし、俺が先に偵察だ。行くぞ。海底に沈んだ物ない号、何やら不気味な気配を漂わせ、静まり返っております。いやだね、どうも。と正面にはまさしく宝。怪しき剣士。いや、出たよ出たよ出たよ。今もなんか出るんじゃないかと思ってた。気をつけろよ。よし。いいか。しからば拙者が。やってるやってる。これはかなわん。おのれ南蛮の化け物め、覚悟。なんとか言わぬか。すごいね、どうも。大変な騒ぎだよ、こりゃ。増えるとは卑怯なり。よし、この間にお宝をいただきだ。これだこれだ。ああ、すごいな。よし、命のあるように。助けて。この通り。もしもし、店を閉めますから勘定をいただきます。お客さん。
んじょう。モノナイゴに行って取っておいでよ。あら、おいらもね、今モノナイよ。居酒屋の一夜一貫の終わり。